いいっすよね。あ、気持ちいい。はい、ということで練習お疲れ様でした。そうでした。緊急事態です。武田が陸上人生初めて足がつったということで、ね、もう今つってまだ痛い状況なんですけども、はい、ここ見てください。はい、これ青ちゃん、なんて読むんですか？アシットアウェイ。アシットアウェイか。プロ。多分。違ったら青山を立てる。行くよみんな。じゃじゃーん。すごい。なんかあの海馬みたいだね。あ、俺思った。海馬コーポレーションかと思ったもん俺も。マジでかっこいい。そういう動画じゃないんだけど。アクセルの中でも使ってる人多いんですよ、マッサージが。これ使ってる人今まで見たことないんですけど、海外のやつなんですよね。これ紹介してくださいっていうあのインスタでメッセージ来たんですけど、その時もあの英語できました。全部プグに任せました。企業さんと連絡取る時ってメールとかいろいろやるんですけども、企業さんからメッセージ来てて見てみたらメリークリスマスって来てた。メリークリスマス。メリークリスマスって来て。はい、ということで、まあ、これ紹介してくださいということで、まあ、本当に僕たちもあのマッサージガン試してみたいなって思いもあったので、でちょうどなんかいつまでちょうどいいんだよね。よくも悪くもプロフィッツの時もだいたい膝痛めてるし、マッサージガン使おうと思ったら足つるしということで、ダッシュでいこうぜ。もう超簡単で、パイプが4つ、まあ、中見てもらうと分かるんだけど、これスタンダードタイプだと思う。名前はソフトヘッド。ソフトヘッド。ポテトヘッドみたいに言うのお前。これスタンダードだよね。優しいってこと。待って、柔らかい。本当だ、本当にソフティー。柔らかい、触ってごらん。素材が柔らかいよ。本当だ、柔らかい。どこにでも使える。これどこにでも使える。じゃあこれ、じゃあ当てていい？ツインヘッド。いや、ウソッキーヘッド。なんで海外にポケモン浸透してんだよお前。めっちゃ単純ですよ。何これ、クワガタ？ Y 字ヘッド。フォークヘッド。あー、フォークですね。どの辺？剣とか？ネック。硬いとこ。ネック、やっぱこういうとこか。こういう、なんか。あー、ネック、ネック。あ、こっち？ネックっつってんだ。いや、足首、足首、足首。で、これが？あ、それは難しいっす。これは多分あれでしょ。それバレットヘッド。かっけえ。これはじゃあ当てていい？ハンコヘッド。平たい。平たいってなんだ。な、なに？いや、まんまそれっすよ。え？ハンコヘッド。いや、ちょっと、フラットヘッド。草野先生喜びます。で、さっきのバレットヘッドが話題のトリガーポイントって書いてある。これだけ完全にあのエロワークエロワークバレットヘッド。あと、もう普通に充電器も入ってます、ね、もう超単純で、あの今プク持ってるんだけど、まあ英語なんでちょっと日本の方分かりづらいかもしれないですけど、まあ超簡単なその説明は入ってます。で、俺が見た時は250ドルぐらい。2万5000ぐらいかな。3万弱。いいやつですね。アクセルの方以外にも、なんかこういうマッサージガン使ってる方結構いらっしゃるんですけど、ピンキリなんですよ。5000円から高いだと4万とか5万とかするやつあるんですけど、やっぱ5000円とかだとイメージはあんまり持ち良くないので、あのやっぱこういうやつっていいやつ買って長持ちさせた方が絶対いいと思うんですよ。僕自身はそう思うんで、こういうマッサージガンとか興味ある方いたら、まあぜひ。で、今回使ってみて、まあ、皆さんに。ちゃんと重い。そう、重いんだよ。高級感。見て。かっこいい。12秒間がすごいんだ。記憶を抹殺しました。今君たちがここにいるのは、うん、観光旅行生きてるってこと。大丈夫、そこの君もそこの私大丈夫。じゃあね、誰がメインブラック2やお前。メインブラック、あれエピカね。いや、めっちゃおもろいわ。俺あれ気になる。あ、これ見て。完全にモザイクじゃん。これ見て、世の女性がやべ。ここが右が電池の容量かな。3つ溜まってます。で、こう長押しするとこ電気つけます。で、長押しすると消える。長押しするとつく。で、ここをワンタッチすると速くなります。さらにワンタッチ、さらに速くなります。これ3段階目です。さらにいくよ、いくよ。さらにもう1回いきます。これマックス。ちょっとここにいいよ。おお、ダッシュで行こうぜ。うわ、あそこ気持ちいい。いい、取れてる足の。すごいよこれ。それ俺の顔。このプルプル感がすごい。すごくないこれ。いいっすよね。あ、気持ちいい。あ、気持ちいいです本当に。最初より痛いって言わなくなってきたから、多分本当に純粋にほぐれてるんだと思う。もう練習中もいけるし、練習後はもちろん、練習前、暇な時、仕事で疲れた方にも、夜のバリエーションがなくなった夫婦にも。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。僕持ってるでしょ、5000円ぐらいの。あ、壊れました。ほら、あ、これいいね。これいいじゃん。え、僕のあれ壊れちゃったの。壊れちゃいました。あれね、俺はクオリティ高いと思ってたから。あれで6000とか6000円ぐらいの中華のやつ。うん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 、中国製製のやっぱ早いんだ。
いやなんか録音使い方が悪かったのか、うん、なんか電源つけたままバッテリー充電してたんですよ、うんうん、そしたらなんかバッテリー死んじゃって使えなくなりました、うん、じゃあ服のせいですいやでも本当に鬼さんのやつもね強弱が効かなくなったりとか、うん、で服も今、まあ、理由は服かもしんないけどそのバッテリー上がったりとかもあるんで安いってもう5000円でも普通に高いんですけど普通にいいやつなんでやっぱそういうのいいもの買って長持ちさせた方が絶対いいと思うんでまあそっちのおすすめですね僕は。はい、おでん食いたくね。あ、いいね。